さあ始めるにゃ。こんにちは、もにっこです。今回はですね、フォトショップファイル取り込みについての解説を してみたいと思います。でですね、まずこのフォトショップのファイルがですね、うまく取り込めないとかですね、文字分けしてしまうとか、そういった話をよく聞きますけれども、これ決まりがちょっとありますのでね、まあ、ちょっとしたことなので必ず覚えておいてください。で、まず一つはフォトショップのファイルの名前がですね、日本語名とかであると認識しないです。取り込む際にエラーが出てしまいます。もう一つはフォトショップの中でレイヤーを作った時ですね、レイヤーの階層名ですね、レイヤー名もこれ半角の英数ですね、日本語を使ってしまうとこれ文字化けして取り込めなくなります。取り込めなくなるというか、レイヤーの文字がですね、クエスチョンマーク出てしまいますので、ちょっとまず見てみたいと思いますね。ではイメージでファイルを、今回はこのホルダー、顔というホルダーの中のこの顔1、これを取り込みます。作成をします。レイヤー個別にですね、こういったファイルになります。これはしっかりレイヤー名を半角英数の名前にリネームしているので、名前自体もそのままうまく取り込めています。いらないベクターレイヤーを消しておきますね。では次に他のファイルを取り込みます。で、同じものなんですけれども、今度は日本語表記のものを取り込んでいますね。そうするとこれ認識してくれません。日本語のファイル名はダメです。で、次に今度はこちらの顔2というファイルを取り込みます。で、こちらは先ほど紹介したレイヤーがこれ半角英数名になっていないと、こういう形で全てクエスチョンマークで取り込まれてしまいます。さあ次にもう一つですね、イメージで今度はこの顔4、こちらを開きます。で、これも取り込めません。認識してくれません。で、これなぜかというと、これはフォトショップで RGB ではなくですね、 CMYK で保存してしまうとこういったことが起こります。これも気をつけてください。では次にもう一つ取り込んでみましょう。今度はフォルダー名がこの顔というひらがな、日本語ですね、保存しているフォルダーが日本語であっても同じく取り込めません。なのでこれ気をつけなければいけないのは、よくどうやっても取り込めませんという方の中にはですね、保存場所がですね、日本語名だったりすることがよくあります。これすごく気をつけてください。必ずフォルダー名もファイル名も、そしてレイヤーの名前も全部半角英数にして使うようにしてください。まあ、これを気をつけていただければ基本的には取り込めると思います。まあ、あと CMYK ですね、 RGB で作っていただければいいと思います。数点ですね、必ず覚えておいてください。これさえ守っていただければ基本的にはフォトショップのファイルですね、階層がたくさんあっても取り込めるはずです。ただこうグループとかですね、そういった複雑なものにしてしまうとまたトラブル起きやすいのでね、この辺も気をつけてください。今回はここまでになります。終わりだにゃ。